バンドーム広場バンドーム広場はパリック西側にある四角い広場。旧チュイルリー宮殿の北側、マドレーヌ寺院の東側、それぞれ資金に位置する。バンドーム広場はラペ通りの視点でもある。ジュール・アルドゥアン・マンサールによる規則的な建築と角のところで斜めになっているペディメントの仕切りとで長方形のバンドーム広場は八角形に見える。 カトリーヌ・ド・ヌーブ・主演の映画のタイトルにもなっている。バンドームのオステル・リッツの記念柱仮説での使用の後、バンドーム広場は1702年に、ルイ14世の栄光を称えるために付設され、征服広場から、ルイ大王広場へと名前を変えたが、この時期フランスは占領地を失いつつあった。王の騎馬像も広場の中央に設置された。ナポレオン一世は、 アウステルリッツの戦勝を祝賀して、トライアヌス記念柱を模したコラムと自らの像を建てたが、これは現在も広場にある。コラムには浅い浮き彫りを施したブロンズの延べ板が、螺旋状に巻き付けられている。この彫刻は、ピエールイコールのラスク・ベルジェレによるもので、彼のプロパガンダによればブロンズは、ヨーロッパ連合軍から奪い取った大砲を材料にしているという。 ナポレオン失脚の後、カエサル姿の皇帝像は、コラムの上から下ろされ、そのブロンズは、ポンルフの上のアンリ4世の騎馬像を作り直すために、提供された。7月王世紀、チビ五朝姿のナポレオン像が、ルイ・フィリップ王によって再度掲げられ、第二帝世紀、より古典的で堂々とした像が、ナポレオン三世によって作り直されている。 パリコミュン期の1871年、画家クールベは、コラムをバラバラにして再度組み立てるようアンバリッドで、提案している。クールベは次のように主張した。バンドーム広場のコラムは、記念碑であって、芸術的価値に欠けること、過去の王朝の戦争と征服の認識を表現する、ことが向上化してゆくこと。そしてそれは、共和国の感情として許容しがたいこと。 これらを鑑ミ市民クールベは国防政府がこのコラムの分解を許可するよう希望する。この計画は却下されたが、1871年4月12日、定権の象徴を分解することが決議され、5月8日にコラムは倒された。再建の予定はなかったが、ブロンズのノベ板は保存された。アドルフ・ティエールがパリコミューンを攻撃した後、立法院では、 ナポレオン像とコラムの再建が決定された。かつての主張に基づいた代償としてクールベは費用を一部、支払うことを余儀なくされ、それにより破産した、あるいはスイスに逃れ破産を免れたと言われる。倒されたコラムの像とポーズを取るコミュニストこの四角い、場所は以前バンドを向こう、セザールの館だった。 彼はアンリ・四世と、愛称ガブリエル・デストレの間に生まれた諸子である。マンサールは、これを建築用地とするつもりで建物と庭園を、買い取ったが、この計画は実現しなかった。ルイ14世の陸軍大臣、ルーボワ・公は、土地の一角を買い取って、前の世紀防樹広場で成功したように、ここにも広場を建設しようと考えた。しかしルーボワは、財政難に陥り、 彼の計画も頓挫した。ルーボアの死後、王がその区画を購入した。王はマンサールに家のデザインを依頼し、それにより広場の周りの区画を購入した人々に家の正面を広場に向けることに同意させようと考えた。財政が赤字になった時、実業家のジョンローが計画を引き継ぎ、広場に面した一角に自分自身の住居を建てた。 1720年までに広場は完成していたが、ちょうどその頃ミシシッピ計画が破綻して、バブル経済が弾けている。ローは大打撃を受け、何千万ドルにも達する税金を払い戻さなければ、ならなくなった。そのような大金を返済する方法もなく、彼は広場に面した、所有地を売らなければならなかった。購入者は、コンデコ一族で、フランス革命以降は、 故国に戻って、バンドームで、自分たちの地を再生しようとしていたのだった。1720年から1797年までの間に、コンデコ一族は、広場のほとんどを取得していた。そこには、オテルリッツ・パリの場所も含まれ、リッツには彼らが現在居住するアパルトマンがある。この土地に、一族の館を取り戻したいという意向は、 隣接するフランス司法省の敷地を拡張しようという意向に左右される。四角い広場の長辺の中央、ペディメントの下で、マンサールのコリント式壁柱は、途切れ、宮殿のような外観を呈している。一階のアーケードは、外形上素面積みになっており、防止広場のような通行できるアーケードにはなっていない。広場に繋がっていたのは当初は一本の道だけだったので、 例年のフェア開催の時以外は、貴族的な静けさを保っていた。それからナポレオンが、リューデラ・ペを開通させ、20世紀には、広場の通行量は大きなものになっている。バンドーム広場は、ファッショナブルで、デラックスなホテル群で有名である。ザ・リッツこと、ホテル・リッツ・パリ、パーク・ハイアット・バンドーム、エドワード・7世も常連だったブリストルは現在は、 ホテルド・バンドームとなっている。多くの著名な服飾デザイナーがバンドーム広場にサロンを開いている。1718年以降、フランス司法省が11番地と13番地に、広場の反対側、14番地には、投資銀行の JP モルガン・チェイスのパリ支店が入っている。ラペ通りはバンドーム広場の北側から、旧クオペラ広場まで走る通り。 主にジュエリー時計のラグジュアリーブランドが軒を連ねる。カルティエ本店の他ピアジェ、ダンヒル、ティファニー、ブルガリ、コンコルド広場ロワイヤル通り発祥のフレッド1972年創業の新進ジュエリーブランドポアレなどが店を構える。また、サントノレ通りは、道広場の南側、一区内を東西に走る通り。 道通りを起点に界隈を高級ブランドの本店、等が軒を連ねる。2017年10月から、サントノーレ通り側バンドーム広場2番地に、ジュエリー中心のメゾンルイビトンバンドームが店舗を構え、道1番地には、ショパールブティックがある。バンドーム広場にある、主なラグジュアリーブランドの本店にはブレゲがあり、道広場に、博物館もある。また、 通称グランサンクと呼ばれることもある5つの高級ブランド宝石商の本店も同広場に集まっている。このうちバンドーム広場に最初に店を構えたのは1893年のブシュロン。そして1898年にカルティエ、1902年にショーメ、1906年にバンクリーフアーペルと続いた。1997年にはシャネルが ジュエリー時計専門店として出店しているが、かつて同広場に居住していたココシャネルは、同広場の形状から、シャネルナンバー5のボトルのインスピレーションを受けたとのこと。他に、1838年に創業し1877年、依頼版ドーム広場に店舗を構える、世界最古のオーダーメイドシャツ等で知られるシャルベがあり、 香水のゲランは1842年からラペ通り15番地に本店、1935年にバンドーム広場界隈に店舗を構えていた。1885年にバンドーム広場のジュエリーブランドから始まった高級クリスタルガラスのラリックは、1935年からコンコルド広場ロワイヤル通り11番地にある。ありがとうございます。